あのね、葵さん、はっきり言わせてね。私、葵さんと友達になりたいんだ。ダメかな？私と友達？そう。わかった。よかった。1年 A 組、出席番号1番、葵すみれです。よろしくお願いします。いや、知ってるよ。同じクラスなんだし。そうだった。1年生の教室、どっちかわからなくて、電車通学で同じクラスの子がいました。その子の後をいつも追ってたんです。でも今日は休みか、違う電車だったみたいです。1年生の教室が2階だったことは覚えてます。でもこの辺りはどうも2年生の教室らしくて、もしかしたら私は今まで気づかないまま2年生に紛れて授業を受けていたのかもしれません。私もお腹減ってます。先輩、キツネいりますか？天かすを入れてきます。キツネからタヌキにクラスチェンジです。私、朝早く起きて顔洗ってご飯を食べて髪をっといて制服に着替えてます。毎日電車に乗って学園へ来ます。この坂道、毎日大変です。はい、そうなんです。先輩って、お兄ちゃんみたいです。年上です。優しいです。引っ張ってくれます。一度呼んでみてもいいですか？放課後よく映画を見てます。最近デッドを見ました。本来可愛いはずのぬいぐるみがファンキーなキャラクターになっている点も面白いですし、一つ一つ練り込んであるはずのアイデアをいい意味で無駄にしている感じがいいです。今最新作が映画館でやっているはずです。おいおいハニー、俺様のこいつを見てまだそんなことが言えるのかい？まあ、地獄のクマさんサイズ。どうすればいいでしょう。うちって先輩のお家ですか？わかりました。お風呂貸してもらえますか？お邪魔します。ありがとうございます。服、下まで濡れちゃってます。お洗濯、でも、乾くまで持って帰れないんじゃないでしょうか。
体操服持ってます。そっちは濡れてなさそうなので。先輩、何かに気づいても気づかないでいてください。何も考えないでください。先輩、何も言わないでください。映画って面白いね、スミちゃん。うん、最近はバクス先輩もハマってくれてる。そうそう、先輩ってすごく優しくていい人だよね。うん、とても頼れる人。昨日も、昨日？なんでもない。とにかく絶対仲良くしておいた方がいいよ。うん、そうする。司ちゃんと映画を見て遊んで別れた後、私は一人でショッピングモールを歩く。あんなにも楽しかったのに、その時間が終わると少し寂しい。楽しい映画を見終わった後、よくこんな気持ちになる。楽しみだった。明日また学園で会えるから。明日になったら先輩とも会える。今日は会えなかったけど、昨日とても優しくしてくれた。雨でびしょ濡れになった私にお風呂を貸してくれた優しい先輩。改めてお礼を言わなくちゃいけない。パンツ見られちゃったけど恥ずかしい。あんなことになるならパンツお風呂場に持っていくんだった。でも先輩は何も悪いことはしてない。だからお礼を言わなくちゃ。ありがとうございます、はあ、もっといろいろ先輩とお話ししたい。一緒に遊びたい。だから私は